じゃあ3本目は、はい、テストプレスとジャケの話ということで、うん、でそうやってプレス出して、うん、まず最初にこれは選べるんだけどテストプレスを作るかどうか、こうやってテストプレスで来るんだけど、まあ、あの音の確認ができるので、まあ、まずこれを必ず、まあ、やりたい人はやる、うん、もう慣れてる人とか、まあ、例えばエンジニアが一緒で出来上がってる音とか確認しなくても大丈夫な人は、うん、特にいらないかもしれない、うん、でまあこれテストプレス来て、まあ、自分とあとバンドで確認して、うん、問題なければその後のプレスを進めるという形、うん、でまあ多分、まあ、最近はあんまりないと思うんだけどデジタルだと、うん、昔のアナログレコーディングとかだったら多分結構プレス工場のカッティングエンジニアとか、まあ、あとはマスターデータの作り方によって違うと思うので、うん、その辺はまあ必ずテストプレスで確認して聞いた方がいい、うん、で、まあ、あんまり最近はもう聞かないんだけど出来上がってる音が違うとか、うん、っていうのは昔はよく聞いてた、うん、リスコさんがやり始めてからは思ったのと違うみたいなのは経験上あまりない、あんまりない、ね、1回だけあってちょっと思ったよりも音が小さいとか、うん、ああマスターボリューム、そうそう、まあそれは基本的にはマスターデータをなんとかする方が一番いい、うん、そうじゃない場合で出したい場合は、まあ、いくつか技術があったりするので、うん、そこはまあ相談しながらとか、うん、やればなんとかなる、うんうん、まあでも最近はそんなないかなっていう、うんでまあそれで実際に物が届くと、うん、で物が届くと、まあ、例えばこれは見えるチームなんだけど、うん、このラベルのデータが貼った版が届くと、うん、外袋とそれだけですよね、そうだけで、うん、でまあこの外袋もプレーンのこの外袋だけど、うん、まあジャケも込みで作ったりとかする人もいるんで、うん、そういう時はこれも選べる、例えばこのこれは両面だけど、うん、片面だけ穴が開いてるとか、うん、あと色がどの色でやりたいのかとかっていうのはこれ選べる、うん、で例えば、まあ、これはジャケを自分たちで作ったんだけど、うん、インナースリーブいらないで実際ジャケに直に入れてるようなやつとかも全部できる、うんまあ、これによって多分値段はちょっと違うと思う、うん、でそれが届いて、まあ、音を確認して、うんまあ、大体問題なければ、うんまあ、あとはジャケ、うん、でジャケは、まあ、さっきも言ってたけど、まあ、プレス工場で作れるやつとかも、うん、例えばこの特殊なこのオールドスリーブだったり、うんまあ、こういうやつとかも、はいまあ、これはまあちょっとは高いとは思うんだけど、まあ、これもこういうふうに作れると。それ国内でやってるとことかもあるんですか、うん、実際作ったことはないけどそこでやってるのかどうかはちょっとわからない、聞かないとちょっとわからない、うん、聞いたらやってくれる可能性はありますよね、うんうん、何インチだったら結構紙質とかは、うんまあ、自由にやったりできるけど、うん、LP だと結構決まったりしてるんで、うん、その辺はどこまでどうできるかは、まあ、そこは確認した方がいい、うん、で例えばこうジャケも作らないで、これは自分が出したジェラスなんだけど、うん、こうやってインナースリーブに自分たち印刷して出すやつもある、うんうん、それをインナースリーブを自作したってこと、うん、これはあるやつにシルクスクリーンで自分たちでやってるんですね、うんうんうん、そういうのはもう自分たちでどうしたいかっていうのはできる、うん、結構大変そうですね、うん、うん、大変だと思うけど、まあ枚数はそんなに多くなかったから大丈夫だった、うんうん、まああとは、まあ、結構自分はジャケは自分たちで印刷するんで、うん、これはあの国内の印刷会社で作ってるやつなんだけど、うん、例えばこういうジャケを組み立てるようなやつとかがあったりして、うん、でこれはあの特殊でこうやってくり抜いて作ってくれるところがあるんだけど、うん、これはなかなかあのなくて、今まで実際大きい紙にあのこう枠だけこう作って、うん、あの自分で切り抜いてっていうのがあったりするんだけど、うんまあ、これでこうやって作って組み立てて自分で折って糊付けしてっていうのはやってる、うんまあ、ある程度やりやすい形の状態で、うん、そうそう納品してくれるってことですね。そうそう、うん、これはまあ本当に日本でも多分、まあ、他でやってくれる可能性もあるけど、うん、そこにいる人は、まあ、ある程度知り合いで、うんまあ、もちろん同じような音楽好きな人で、うん、っていうのがあったんで、うん、これ実現したっていう、うんうん、で好きな紙もある程度は選べるし、うんまあ、値段はいくつか変わると思うんだけど、うんまあ、全部こういう風にできる、うん、
組み立てると最終的にレコードが完成するっていう形で、うん、届いてからも結構、うん、まあ自分たちでやることもあると。そうそうそう、うん、あるもう全然ない、うん、でここまで行くのにまあそういう過程を全部組んで、うん、でやっと完成、うんうん、バンドで、ねうん、やるときはバンドメンバーとか4人とか、うん、借り出してできるけど、うん、1人だけで完全に完結するってなると、うん、この作業は意外と大変だった。この作業は結構大変で、うん、まあ本当に仕事を帰ってきたから、うん、もう夜中泣きながらこうのり付けをするっていう都内のメンバーとかだったら、うん、バンドの人だったら一緒に作業するとかも考えられるけど、うんうん、違う県に住んでる人とかだったら一人でやらなさるから、うん、大変ですよね、うん、大変、めちゃくちゃ大変あんまりバンドに手伝ってもらってるイメージないですよね、ビクスさん。あんまり時間が合う時がなくて、自分でやった方がもうとりあえず進められるから。そうそう、うん、でまあ、 このライブまでには何枚用意しないといけないかなって、うん、で作って、その後、うん、まあレコーダーに納品分を追って、うん、っていう感じで、時間差でね。そうそうそう、時間差で、うん、とりあえず100枚とか。そうそうそう、うんうん、まあその辺はやりながら、うん、こう自分のやり方に合う方法を見つけてやったりとか、うん、っていう感じでレコードが出来上がると、うん、それとあと最後に、まあ今回はあんまりお金の面は言ってはないんだけど、うん言ってはないんだけど、なんでこういうことをやりたいかって言うと、これはちょっとオリジナルが家に見つからなかったんで再発だけど、デスプレートバイシクルズっていうバンドが出したこの7インチがあるんだけど、この裏面に実は何のレコードがいくらかかったかっていうのを詳細に書いてて、で実際はこういうことは自分たちでできるんだっていうのをここに書いてあるの。でその中のコメントがIt was easy, it was cheap, go and do it って書いてあって、うん、それはもうみんな自主でできる、うん、みんなやりなよっていう感じで、うんうん、っていうのがあって、これは結構後押しされたものかなって。ジャケットの裏側になるんですか？そう、裏側にここにこう書いてあって、いろいろ自分たちのレーベルから出したとか、うん、こういろいろ書いてあって、これの前に出したこのスモークスクリーンっていう7インチはコストがいくらって書いてあって、うんうん、でこれは本当簡単なことだから、うん、みんなできるよみたいな、うんうん、そういうものに、うん、まあビスコさんは UK のそういうバンドから影響を受けたっていうところ、うん、そうそう、うんまあ、アメリカンパンクでもそういうことを言ってる人はやっぱりいますから、うんうん、なんかそれに触発されて、でもそこまで具体的に書いてあるっていうのはあまりものとして見たことないというか、そうそう、ものとしてはあんまりなくて、うん、自分はこのバンドを知ってからあえて読んだらこう実際書いてあるじゃんみたいな、うんでもこれっていうのは結構大事で、うんうん、やっぱ出したくても出せないバンドって、うんまあ、昔だったらもうかなり5万といる、うんまあ、今でも、まあ、自分たちでやりたいっていう人もいるんだけど、うん、やっぱ大体どれぐらいかかるのかなとか、うん、どうやってやればいいのかなっていうのは分かんない状態の人もやっぱり、うんうん、実際に入ってっていろいろ調べればそこまで高くない、うん、そうそうそう、それがこういうそのジャケットの裏側とかで、うん、であこれぐらいでできるんだとか、うんね、今の話とかでこういう作業が必要なんだっていうのが分かれば、うん、そんなハードルが高くない、そうそう、うん、できるからやりましょうぐらいの感じで、うんまあ、例えば自分はレーベルをやってるんだけど、うんまあ、そういうレーベルやってる人が出さなかったとしても、うん、バンドで今だったら自主で出せるし、うん、自主で全部できるし、うんうんまあ、あとはもうやり方を分かれば慣れてもいくらでもできるって、うんまあ、作業でね、うん、さっきの大変な重い部分はあれど、それは全部慣れたから大丈夫それいいですね、うん、デスペレートバイスからね、うん、ざっくりって、うんまあ、エンターテインメントとか、うんまあ、商売的な音楽においてはそういうとこは見せないようにするっていうのがあると思う、うんまあ、いわゆるメジャーとかメインストリームの世界、うん、だけどなんかそういうのとはまた違った軸でやるのが DIY とか、うん、オルタナティブパンクとかっていうわけじゃないですか、うん、だからなんかそういうのを出すっていうのは、うん、まあなんか変な話、理屈で言ったらすごく真っ当な行為っていうか、うん、言わないで大変なとこは何せはあると思うんですけど、うんうん、まあ大変ではあるけど、うん、やりがいはありますまあ面白いですよね、うん、面白いと思う、うん、なんかこう実感を持ってものが作れるっていうか、うん、そういう感じがすごいするなと思いました、うん、自分たちがやってるものがどうやって出来上がってるかっていうのも知れるし、そうですよね、うんうん、そんな感じですありがとうございます、はい